こういう形で注文して揚げたてをいただける。最高じゃないですか。しかも安いですよね、全部ね。もう大阪に負けないぐらい安い。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へ追い出すのミスター京都アキラどやかっこやろということでね、本日は、千本の三部川やってきましたよ。はい、先日ねランチで動画を撮らせていただいたこちら串カツのどぼ漬け屋さん、もうこの最近ではね一番話題を持っていったお店で、非常にむちゃくちゃ美味しい、ソースカツ丼がいただけるお店として紹介させていただきましたけど、本日は夜の部、はい、串カツの夜の部を今から初潜入させていただきたいと思います。いや非常に楽しみですね。ということで今から向かっていきたいと思いますんでよろしくお願いいたします。そしたら行ってください。ゴーゴーゴートリプルゴレスの行ってきます。はい、ということでやってきましたよ。こちら、市場の千本通りですね。はい、市場の千本通り、はい、こちらで、ね、以前ご紹介させていただきました、新世界、大阪新世界名物どぼ漬け串カツどて焼き、京都でいただける、はい、本格的な串カツどぼ漬け屋さん、はい、ありますので今日は夜の部ということで、はい、潜入していきたいと思います。こんにちは。はい、ということで本日は前回の、ランチに引き続きまして、こちらどぼ漬け屋さんの夜の部の、撮影にお伺いさせていただきました。マスターありがとうございます。イエーイ。イエーイ。ご無沙汰です。できないのもまた、昼も夜も、はい、ケイさん、はい、よろしくお願いします。毎回毎回昼すごい話題でね、はい、よかったですね。ありがとうございます。もう次の日に、カツを200枚ぐらい揚げさせていただいて、200枚もいたんですか。大完売でございます。素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。アッキーさんのおかげです。ほんで今日はマスターからこんな感じでどぼ漬け屋さんのアッキー T シャツをプレゼントしていただきまして、はい、これ着て、はい、あのお手製なんですね。そうなんです、はい、手作りで作ってみました。はい、はい、マスクも同じのどぼ漬け屋さんのプレゼントバージョンで、はい、めちゃくちゃ似合うと貼りますよ。ありがとうございます。キラキラとね、ありがとうございます。輝いたるアッキーさん、街歩きますよこれ。はい、まあ、どんどん歩いて、はい、宣伝よろしくお願いします。わかりました。ということで、はい、今日は夜の部のメニューを、はいはい、ご紹介させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。ウェーイ。イエーイ。ここの串カツ屋さんはですね、こういう定番メニューもあるんですけど、このお店しかないこの名物的なホルモンの串カツ、はい、これがあるんですよね。だから今日はこれちょっとメインでいきますんで、はい、お願いいたします。ほら、ということでね、生ビール来ましたよ。はい、あ、今日はね、これこちらメガサイズ、メガですと780円ということで、いただきます。ほら、楽しいよ、メガのお供じゃ。来ましたよ。早速こちら突き出しなんですけど、なんとねこちらのお店は突き出し無料なんですよ。はい、素晴らしいね。おかわり自由です。はい、でも節度は守ってほしいですね。はい、こういう形でねお菓子が出てきます。ありがたいですよ。はい、こちらマスターママいつもありがとうございます。こちら、はい、乾杯。お宝見、うん、もう無理ですよ。無理やな。すいません。はい、来ましたよ。そしたらねこちら名物のどて焼き売り切れごめん、もう非常に人気商品で
すぐなくなる時があるということなので早めに来て食べてください。うまそうです。ちょっと一味を振らせていただいて。よっしゃー、食らうぞ。はい、そしたら名物の土手焼きじゃー。うまそうでしょ、これ。むっちゃうまそう。そしたらいただきます。はい、ジミー。うわー、うまっ。うまっ、しっかりしてる味付けやわー、これ。いや、味噌ですね、味噌味。白味噌ですか、これ。はい。ね、白味噌ですね。いや、濃厚な白味噌の味でむちゃくちゃうまいね。こんにゃくに、すじに、いただきます。うわ、うまっ。うますぎてね、これだけでね、もうお酒3杯ぐらいいける。ほんまにうまい。本家大阪に負けてない、土手焼き。最高。揚げてる時はまた変わりますね、マスター。目が揚げてこういう形で注文して揚げたてをいただける最高じゃないですか。しかも安いです、それ全部ね。もう、ね、はい、大阪に負けないぐらい安い。あ、もう本当に安いです、ね。はい、1ヶ月1回大阪に勉強会ということで、食べに行くんですけど。あ、マジですか。本当に安いです、ね。はい、ほんま安い、ほんま安い、はい、本当に安くて多分うちの方が美味しいね。間違いない、間違いない。ここスガツドでも分かってますから、はい、うまさが。はい、頑張ってあげます。ソースはね、コロナ禍から二度漬けソースできないんで、今はね、このね、普通のソースとニンニクソースと辛口ソース、これを好きなのつけて、はい、いただく形になります。あ、お願いします。はい、お待たせしました。はい、エビ、キス、はい、つくね、豚です。ありがとうございます。はい、どうぞ。ふっくら揚げたてでうまそうな。で、辛いソースとニンニクソースをいときます。あ、ありがとうございます。はい、コロナになってから二度漬け禁止になりました。あ、そうですね。ソースで申し訳ないです。いえ、もうどこの店もですわ。いや、揚げたてうまそうな串が来ましたよ。もうメガのね、男の店らむっちゃ回るわ。もう結構今日酔っ払い動画になるけど、見てください、これうまそう。キスとエビ、それで甘いソースと普通のソースとガーリックソース、ニンニクソースがあるんです。今日とりあえず普通で。キスからいただきます。うわ、うまっ。うわ、ふわや、このゲーフ。ほんで昼のランチと夜の料理は衣も全部違うそうなんで、はい、むっちゃうまい。揚げたてサクサク。もうこんなん言っちゃ悪いけど大阪行かんでえば。エビ、うん、甘みのあるエビでね、プリプリしてて美味しいわ。いやー、ほんま病みつきになりまんな、俺。ほんで次は豚ですよ、豚。これは辛いソースです。ちょっと酔っ払ってるんでね。よし、いきます。うわー、肉も柔らかいわ、これ。うまっ。辛ソースもうまいわ。濃厚でね、そんなむちゃむちゃ辛すぎなくてピリッとしてて、あ、これはどんどん進むね。ほんまうまい。じゃあ続きまして、今流行りのこれ電動ミル、はい、ブラックペッパーが入ってます。ほんで串カツのチーズに、おお、すごいわ。おお、こんなのやるの初めてや。うわ、なんかよう回ってるし、今日はテンションが高いけど、はい、いきます。わあ、うまい。うん、もうブラックペッパーだけで美味しいチーズや。うん、うまい。はい、来ました。続きまして、ホルモン。ホルモンの、お待たせしました。ありがとうございます。どうなるんですか。すじしま町千枚ウルテでございます。珍しいですね。はい、はい、どうぞ。いただきます。いや、来ましたよ。
ホルモンですよ。ホルモンの串カツって言ったらね、ほんま珍しいですよ。京都ではおそらくほんまにもうここだけかもしれないですね。よっしゃ、いただきます。筋ですね。煮込んだ筋が入ってるわ。ロッテ焼きの筋かもしれない。うまっ。うん、これシマチョウ。やばい、このシマチョウちょっとやばいね。うますぎるわこれ、うん、このなんていうか、長系のホルモンってあんまりないですよね。あの京都の下町行ったらレバーとかメノの、あの揚げたやつとかはあるけど、長系のはあんまないですよね。うまいわこれ。いやー、一品もホルモンもね、もう全部うまいね、ここの串カツはね。ほんでそんな中で、こちらのママさんがこれは絶対おすすめやと、はい、これは絶対食べなあかんというメニューがありまして、これですよ。生姜、紅生姜、これですよね。でこれは普通のソースでいただくと美味しいということなんで、普通のソースでいただきますけども、いきます。うまっ、うん、ちょっとよその紅生姜とちゃうね。これ京風の紅生姜ですわ。京風の、まあ京風のっていうかね、なんかね、その芝漬けっぽい京漬物みたいな感じのね、ほんまに美味しい生姜の漬けたやつの串カツなんで、これうまいわ。さっぱりしてる。でこちらママさんのおすすめのトマチョ。あ、いいね。トマト 100% トマトのエキスじゃなくてトマトジュースで割ってあるから、これ肝臓にいいよ。絶対体に。これうまいわ。飲みやすい。最高です。ほな、飲んでいきます。はい、ということでごちそうさまでした。本日は夜の部のごぼ漬け屋さん発信にしてきましたけど、最高でしたね。ほんま安いし、うまいし、もうすぐ出てくるし、もう3拍子、もうほんま毎日でも来たいぐらいうまいわ。ほんまね、京都で本格的な大阪に負けないぐらいの串カツが楽しめるんで、皆さん来たことない方はぜひ来てください。来たらまたハマります。はい、ということで最高の串カツ屋さんがありますので、皆さんぜひ食べに来ていただきたいと思います。ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。ありがとうございました。ありがとうね。ありがとうね。僕をもっとでかくしてくださいよ。はい、ありがとう。最高です。ありがとうございました。